yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はね、ちょっといつもと違う画角で撮影してるんですけれども、このテレビ、まあ、これ正確に言うと、これ安いねモニターをこの、まあ、レコーダーですねにつないで、まあ、これでテレビ見れるようにしてるんですけれども、まあ、このね、この辺り、この僕のこのテレビ周りのところが、まあ、そんなに物が多い方ではないとは言いつつ、もうちょっとねこう、まあ、綺麗にですね整理整頓したいなと思いまして、ちょっとね、ある簡単な、まあ、DIY ではないんですけど、ちょっとしたね、収納用具をね試そうと思います。それがねこちらなんですけれども、これね、まあ、安心のね、山崎実業さんの、これね名前なんて言うんだろうな、スマートヒデュンストレージラック。簡単に言うとですね、このモニターの裏側、テレビの裏側に、棚を作って、ラックを作って、そういうものを収納できるようにしますよってものですね。この間ね、見てもらった方もいると思うんですけれども、シマブーさんっていうね、僕の、まあ、知り合いの YouTuber さんのお家に行って、でそのお家がですね、まあ、この裏側にですね、まあ、いろんなものを収納していて、でそこでねこう見た目をすっきりさせてますっていう感じだったんですね。まあ、なので、まあ、それ僕もちょっとね、やりたいなということで、こちら買ってみましたっていうのが今回の動画になります。これをねちょっと実際に、まあ、設置をしながらですね、どんな感じですっきりするのかっていうのを、今日はねお伝えするので、まあ、このテレビ周りの配線とかね、こう見た目をすっきりさせたいという方はですね、ぜひ参考にしてみてください。それでは始めていきましょう。まずはですね、僕の家のテレビ周りどんなものがあるか簡単に紹介するんですけども、Google の、ね、ホームアシスタントですね。声で家電とか操作することがあるので、それをね、認識してくれるデバイスを置いてたりとか、あとはこれは Apple TV ですね。この大きな画面にねこうパソコンからこう動画を映したりとかっていう時があるので、この Apple TV をつないでいたりとか、あとこれはですねどこだっけな、パナソニックかな、パナソニックのレコーダーですね。こちらでテレビのチューナーつないでテレビを見れるようにしてます。あとこちらにはですね、ネイチャーレモスっていうね名前の、IoT のリモコンですね、スマホとかを介して、エアコンだったりとか、あとはこうライトとかね、操ることができますっていうデバイスですね。これ結構便利でかなり毎日使っています。でこういったものとか、あとは、これ NTT のねモデムですね、光回線のモデムがあったり、この上はねルーターですね、TP リンクのアーチャー A10 っていうものを使っていまして、こちらからね Wi-Fi 飛ばしています。まあこの辺の、まあ、細々したものたちですね、こういった IoT 関連のもの、ルーターだったりとかっていうものを、今回ですねこちらの裏側にですね、ちょっと収納していこうと思います。早速このね、裏のラックを開封していくんですけれども、2段になっています。こんな感じの上に、広い段があって、でその下にもですね、ちっちゃいものが置ける、段になってますね。なので、まあ、上にルーターとか置いて、まあ、下にですねさっき言ったこう Google ホームとかそういうものを置いたらいいんじゃないかなと思います。上にはですね今は知ったんですけど、こんな感じでペロペロっとした滑り止めですね、ラバータイプのゴムのね素材の滑り止めみたいなものがついているので、上に、ね、何か置いた時にですねこう、まあ、ずれにくい、落ちにくいような形になっているんじゃないかなと思います。で、この反対側ですね、この裏側にですねこの溝があるんですけれども、この溝にですねこの六角のレンチでね、こうネジを締めて、固定をしていきます。まあ、大抵の、まあ、ディスプレイだったりテレビっていうものは、まあ、壁掛けができるようにですねこう背面に、いくつかですねこうネジ穴が開いてるんですね。そのネジ穴に、この先ほどのですねトレー棚を固定していくっていう形になってます。なので、まあ、購入される場合はですね、自分のこうテレビとかディスプレイの裏側を見てみて、こうネジ穴ね入りそうな場所があるかなっていうのを事前に確認しておくのがいいと思います。まあ、久々にこれ裏返すと結構埃が溜まってますね。ちょっと掃除してからやりましょうか。先ほどお話ししたネジ穴の部分なんですけども、僕の家のディスプレイはですね、ここに 1,2,3,4 箇所ついてますね。で、これ平行に固定するので、まあ、この上を選んでもいいし、下をね、選んでもいいっていう感じですね。どっちがいいかな。まあ、下にしようかな。下の方が、こう上がね、結構スペース取れて、いろいろ物を置けそうなので、この下の部分にちょっとつけていこうと思います。いい感じですね。これで、固定できました。テレビの裏側に、
このね、台がつきました。あとはね、この上にちょっといろいろ乗せてみてですね、ちゃんと収納できるかちょっとやってみようと思います。まずはね、ルーターとモデムですかね、こんな感じで置きましょう。あと Apple TV とかもね、ちょっと一回配線外して、まあ下の段かな、ちょっとはみ出ちゃうんですけど、下の段とかに置いてみます。Google ホームですね、ネイチャーリモかな、ネイチャーリモ3も、この下段に一回ちょっと置いてみようと思います。であと、まあこちらのスペースが余っているので、電源タップですね、すべての電源を、まあ、ここでちょっと集約ができるようにですね、この電源タップをここに置いてみようと思います。物置く位置を決めたので、ここから、ね、配線をちょっとやっていくんですけれども、最近ね、まあ、こういった配線のね、管理することが多いので、こういったものを使ってるんです。これ結構便利なんですよね。これマジックテープですね。マジックテープをこう好きな長さでこうカットしてね、使えるものなんですけども、これねこうカットしてくるっと巻いて止めてっていうのをこう繰り返していたりとか、あとはこちらですね、このクリップですね、こちら側にねこうシールがついているので、こう壁とかね、こういったモニターの裏側とかにペタッとくっつけて貼れて、で反対側の、この部分がですね爪になっているので、ここにこう挟んでケーブルをね、止めておけるっていうようなアイテムになっております。まあ、この辺のものを使ってちょっと配線をね組んでいこうと思います。ちょっとね、さっきから黒いものばっかり紹介しちゃって、背景も黒くてね見づらくて申し訳ないんですけども、まあ、こんな感じでやっていきます。はい、こんな感じで配線完了しました。下段にね、こういったちっちゃいものを入れて、であと全部コンセントはですね、この電源タップにつなげて、これ1本、これ通せば全部電源が通るようにしています。あと、まあ、線でいうとこれだけですね、ここにある、インターネットの線、これと、こっちの電源タップのこの線の、2本で今ね接続ができるような状態になっております。だいぶねすっきりしました。はい、こんな感じ設置完了しました。かなりね、すっきりしたんじゃないかと思います。この辺にこうごちゃごちゃね乗っかっていたものが全部この、裏側に回ってで、かなりねこの辺がこうすっきり収納することができました。いやこれね嬉しいな。やっぱこの辺ね物がなかったり配線がなかったりすると掃除もしやすいんですよね。まあ、ちっちゃいねこうクイックルワイパーとかでこうクッとね、ホコリ取れるようになったので、この線がなくなるっていうのはね本当に気持ちいいですね。かなりこう見た目もすっきりしていて満足のいく、カスタマイズがねできたんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はですね、僕のこのテレビの裏にラックの収納をつけて、このテレビ周りの細々したものを、収納するっていうね動画でした。まあ、僕の場合で言うとこう Google ホームみたいなねこうスマートスピーカーとか、あとルーターとかね、そういったものをこの裏に置いております。他にもね Nintendo Switch のドックとかをこの裏側に設置してあげて、こう見えないね配線でこれでゲームをするとかね、そういうのもね楽しいんじゃないかなと思います。こんな感じでテレビ周りの配線だったりとか、ものをねすっきりとさせたいっていう方はですね、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルモノグラフでは、こういったねインテリアの話だったりとか、家電とかガジェットの話ですねよくしておりますので、もしこの動画がためになりましたら、ぜひいいねもしくはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの阿部口でした。バイバーイ。